トゥ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 。お腹いっぱいだね。ああ、もう美味しかった。ねえ、美味しかったね。ごちそうさまでした。いやいや、全然全然。まあまあね、そういう日だからさ、今日はクリスマスだから。楽しかった。じゃあまた次はじゃあ年明けかな。うん、そうだね。帰るんでしょ。うん、帰る帰る。うん。じゃあまた。うん。ああ、ごめん。うん。そうだ。はい、これ。あこちゃんにクリスマスプレゼント。ああ、ありがとう。これ、プレゼント。うん、開けて。え、なに？あ、ぬいぐるみ？あ、うん。サンタのぬいぐるみ、これ。あ、そんな。リアクション微妙じゃない？あ、いや、ありがとう。嬉しい。ありがとう。あこちゃん。ん？サンタが背負ってる袋開けてみて。袋？うん。え、これ？うん。うん。え？これ、ちょっと。うん。指輪？うん。君だけのトナカイになりたい。グッときちゃう。隣人の壁耳。どういうことだろう。これはどういうことだろう。最後の締めはどういうことだろう。君だけのトナカイになりたい。なんか SM の匂いがしたよね。四つん這いでね。私が思ってたのとちょっと違うけどね。違ったね。違う。終わり方わかんなくなっちゃった。いや、ちょっとなんか始まり方もなんかよくわからんし。あとね、シャンシャン言ってたんだけど、息切れがすごい。息切れがもう、そうそう。須田エマさんがね、シャンシャンやってましたけど。普通に音入れてもらったがよかったんじゃん。さっきがね、この BGM をやってくださって。効果音ね。演出してくださって。そう、あの、若干あれだあるけど、うん、実体験ですからね。実体験なんですね。あ、トナカイはない。トナカイはないけど。そうそう、俺が勝手に付け出したんだけど。締め方が分かんない。あ、そっか、実体験なんですね。そうそう、これはグッときましたね。グッと、うん。最初さすがにプレゼントがさ、え、ぬいぐるみ？どんなになってる？え、付き合ってどんぐらいでした？あ、でも3ヶ月かな。それいくつぐらいの時？21、2だったかな、1、2。そっか。ちょっと大人になりたい時に、うん、ぬいぐるみはきついですよね。そうでしょ？一発目ね。わあ、でもこれは喜ばなきゃいけないなと思って、頑張ってリアクションしてたら、すごい見て。ねえ、ぬいぐるみだったら明日飾れないんだからね。サンタだしね。そっか。そうだよ。そうですね。本当にいらないもんだよ。ぬいぐるみってね、ちょっと置き場所困るよね。やっぱそういうもんすよね。あとさ、捨てづらくない？ぬいぐるみって。ああ、ちゃんとなんかね。うん、そう。あ、ぬいぐるみ お払いじゃないけど、なんかそういうのしないといけないんだよね。うん、でも、いや、嬉しいけどね、もらって。いや、でも、クリスマスにもらうものとしては、ちょっとね。弱いよね。うん、あの子元気かな。あれ？わわわわ。何あげたんだろう。あの子元気かな、あの子も元気かな。あ、いっぱいいる。わわわわわ。私さ、あのプロポーズされたことある話したっけ。え、なんかクリスマスに、クリスマスじゃない、誕生日だったんだけど、さっきのプレゼントじゃないけど、それも付き合ってもない人から突然。え、怖い。友達だったの。友達だったんだけど知ってはいたんだ。友達じゃない。はいはいってならないよ。ちょっと年配の友達っていうか、なんか知り合いと話してて、で、私がまあ要所要所でなんとかさんみたいな人だったらいいよねみたいな話をしてた。俺はあんたも悪いな。確かに。気を持たせるよ。オーディエンスがうんうんって言ってますよ、もう。いや、でもそこまで、付き合ってもないし、多分。え、エマさんはその気あったの？全然ない。ないのになんで言ったのかな。じゃあご飯行くって、ご飯に時々行くぐらいだった。うん。まあ楽だからね、そういう人はね。そう。え、ガチのやつ？ガチのプロポーズ？そう、ほんと指輪もらって。指輪もらって？そう。やばい。誕生日。え、それ返したんですか？で、なんか、いらないなら捨ててくれって言うから持って帰ったら、親に散々怒られて。持って帰った？そう、だからその指輪を、あ、で、いや、受け取れないからって言って、そう言って断ったんだけど、じゃあそれだったら捨ててって言うから、じゃあ捨てるならもらって帰ろうかってなって、もらって帰った。確かにそれもぬいぐるみじゃないけど、捨てるのもね。そう。で、もらって帰ってたら、お母さんにすごい怒られて、いや、それはね、ダメだ、もらっちゃって。で、結局、また返すってなったんだけど、いや、それはもうってなって、じゃあもらうね。いや、もらってない、結局。だって、つけるにつけれないでしょ？だって。いや、だから、売るしかないよね。つけたよ。え？普通につけたよ。
無神経ねー、よかった。ちょっとそれは、それ普通の指輪ともなんかこの、なんつうの、あ、石がね、うん、オパールの指輪、私、誕生月がオパールだから。まあ、まあ、そうか、誕生月か。うん、でも、まあ、使えるか、そしたら。うん、ダイヤモンドじゃなければ。うん、その人。そうなんですよ。でも、そうね、難しいよね。うん、これはさ、まあね、なんか付き合おうってなったわけじゃない。もう本当にご飯しか行ったことない。確かに。ご飯しか行ったことない。ないで、盛り上がってたんですかね、一人で。そうなんじゃないかな。だからもう20ぐらい上の人だった。何で知り合った人ですか。なんか私があ、マックじゃない、マックな、なんつうのかな、前にスナックの会計を手伝ったことが、会計みたいなの手伝ってたことがあって、そこのお客さんだった。へー。で、遊びに行った時とかに、だから、ね、そういう系だから、まあ若い子だしっていうことですね。そうそう、でなんかこうそういうやり取りしに行くと、でもなんか、なんか慣れてんじゃない、その人だからね。そうだとは思うんだけどね。みんなにやってるってことですか。いや、わかんないけどね。罪な男。いや、何そのエマさんに魅力ないみたいな。いや、アコさん。私にはその体験ないじゃないんだよ。夜のほら、お客さんだとね。なるほど。っていうね、そういう面白体験があったよ。面白体験だね、それは。だから今、指輪で思い出したんだ、急に。でも、指輪もらうことなんかないですよ。ないあれ、人生で一回もない。ないです。え、彼氏でもないです。嘘。だから今のこと、ほら、この線があるわけ、うちらとか重いって言うんでしょ、指輪ね。あ、今そうなんだ、うん、え、送ったことあります、付き合ってる、ね、段階で。送った人もいるけど、私は結婚する人とする指輪を最初につけたいから、指輪は私はいらないよっていう子もいた。うーん、なるほど。ミサオじゃないけど、守りますみたいな。どうせ結婚すんだろ俺とって思ってたら、すぐ振られた。危ねえと思って、買わなくてよかったと思って。そうですね、うん、指輪私ね、ダメなんだよね、すぐなくすの。信じらんない、どうやったらなくせんの。あんなもん。いや、私もそう。いや、それがさ、石がついてるのって人選ぶって言わない。逃げてるの、指輪が。怖い話。いやいや、怖い話じゃなくて、石が人を選ぶって聞いたことあって。でも、あ、でも石に石があるってこと。石に石がある、うまい。ひえひえ、あったかあったか。先にやっちゃダメだよ。あ、でもわかる。あ、石じゃないけど、私も指輪もあるけどさ、あのお気に入りのやつがね、うん、なんかすぐ置いてなくしちゃうんだけど、なんか戻ってくるんだよね。あるっていう。そう、だからそれはあるかも、ね、そうなんだ。私、親の結婚指輪さえなくしたの。なんでエマさんがなくすの。いや、なんかお父さんが亡くなって、お尻にはめて遊んでたの。いや、それ何の話。お尻のどこにはめるの。いやいや、今エマさんがやってるの。掘り下げるのやめてくれ。お尻にはめるってどこにはめるの。お尻の話で掘り下げるっていうのやめないよ。はめて穴に。穴にね、綺麗っつって。三丁目の夕日のあの小雪みたいな。お尻に指輪はめると綺麗。なんかさ、前回もそうなんだけどさ、下ネちゃちょっと多めなんで。下ネちゃちょっと。吉川浩司が出ましたよ。エマさんの吉川浩司が。下ネちゃちゃ。下ネちゃちゃ。下ネちゃちゃ。出ましたね。下ネちゃちゃ。そりゃそうよ。もうそんな美味しいとこ拾わないわけないじゃない。本当に。あ、忘れてました。201号室、あっぱれ頂上です。もう悪く。じゃあ最後に自己紹介してもらいますね。202号室の星出咲菜でした。203号室の須田山でした。204号室の磯村亜子でした。、ね、まだもうちょっと結婚は慎重に。